陽気日と申します。今回はコーヒーとプリンとブリュレ味のものを集めた、いただきます。まずこれ、たっぷりホイップクリームクリームコーヒーゼリー、初めて見た。これおいしい。めっちゃコーヒーゼリー、ハムは弾力があるタイプのコーヒーゼリー、クリームケーキ、おいしそう。上にプリンが乗ってる。間にカラメルクリームとカラメルチップが入ってる。美味しい。思ったより甘すぎず。次、ローソンのほぼクリームカフェオレ、もちもち。生地がもちもちで、クリームたっぷり、意外と苦味があって美味しい。なんかシャリシャリしてるなと思ったら、クリームの中にコーヒーシュガーチップが入ってるらしい。ちょっと味変、冷やし尾道風ラーメン、イオン系のスーパーで買った。冷えた麺が好きすぎて今年めちゃめちゃ食べてる。冷やし中華だけで6回か7回ぐらい食べたか。きた、見えない。あさりめの醤油、なんか麺がいまいちやけど、スープは美味しい。メンマ、メンマめっちゃ好き。川島堂のコーヒーどら焼き、コーヒーゼリーとコーヒークリームと小豆粒あんが入ってる。まあまあ粒あん入ってるな。結構粒あんが強め。あまり苦味はない。次、プレシアの香ばしカラメルのクリームブリュレ、プリンの上にブリュレ風のやつが乗ってる。なんかカラメルチップが結構歯に挟まる。プリンは結構滑らかで美味しかった。次、ファミリーマートのファミチキのもちこチキ、めっちゃいい匂い。もちこチキンが何なのか分かってない。なんかハワイフェアの商品やな。これに衣もちこを使用した唐揚げのような料理やって、確かに匂いは唐揚げとちょっと
近い、ニンニクっぽい。衣がカリカリの唐揚げって感じ。山崎のコーヒーゼリーに包んだケーキ。ココアスポンジとコーヒーゼリーとコーヒークリーム。美味しい。4缶ぐらい分厚いコーヒーゼリーが入ってる。ウリガメが好きな人はちょっと物足りんかもしれんけど、ブリンブリンのコーヒーゼリーが入ってて、最後モンティールのクリーミードルチェクリームブリュレ風。このクリーミードルチェシリーズ大体美味しい。上にカラメルチップが乗ってて、中にクリームとスポンジと、で下にカラメルソース。ごちそうさまでした。今回めっちゃ美味しかったな。ちょっと一番は気になるんけど、最初の方に食べた山崎のプリンケーキと、あとモチコチキンと、あと山崎のコーヒーゼリーが入ったケーキと、最後に食べたクリーミードルチェが美味しかった。では。